さあ、有吉ゆきサンデーナイトドリーム、有吉ひろゆきでございますけれども、本日、豪栄道豪太郎、ねえ、大関豪栄道豪太郎が全勝優勝でございます。ねえ、日本出身力士の全勝優勝は20年ぶりだそうですね。あ、そうなんですか。貴乃花さん、以前の貴乃花さん以来の20年ぶりだということで、これは、ちょっと今回グッときたね、なんか本当に。じゃあやってみますか。豪栄道選手権。豪栄道選手権。あの、最後、喜びのインタビュー。ああ誰が豪栄道一番上手か。ああ、なるほど。豪栄道知ってるんですか、ね、さあ、優勝、おめでとうございます、豪栄道関。ああ、おめでとうございます。厳しい一番ですけども、なんとか自分の立ち合いで、うん。ちょっと、喉を酵素したと思ってます。そうですね。お母さん、毎日応援に来てくださっておりました。どうですか、お母さんに一言。本当、苦労をかけたと思ってたんで、今回の優勝を、プレゼントすることができて、本当に嬉しかったです。はい、わかりました。じゃあ、来場所も横綱目指して頑張ってください。それでは、その後、申し出の決まり頑張らせていただきます。豪栄道豪太郎さんでした。さあ、続いて、豪栄道豪太郎関です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今回、はい、どのぐらいのタイミングから優勝意識されてましたか？そうですね。初日からいい立ち回りができたので。立ち回り。いいスタートが入れたんじゃないかなと。初日から思ってました。はい。今回、白鵬関がお休みということでね、まあ、大きなチャンスだったのではないかとは思っておりますけども。はい、そうですね。来場所から多分白鵬関帰ってきます。いかがですか、白鵬関。白鵬だけがね、怖いんだね。白鵬対策をしっかりと。白鵬だけが怖い。白鵬だけなんでね、もう。ここは白鵬が、いなかったらここまで来れたんで。中止。はい。全然、お前ら、豪栄道豪太郎知らないだろ。そんなお前、なんかそんな感じじゃないから。ちょっとインタビューまでちょっとあんまり聞いたことなくて、そうですね。ニュースぐらいで、喋り方とかもちょっとね。あ、そう。はい。すみません、ちょっといいですか？いいですか？いいですか？すみません。はい、いいですか？ということで、見事優勝を決めた豪栄道豪太郎選手です。ありがとうございます。ね、本当に厳しい戦いもあったと思うんですが、全勝優勝ということで、今の率直なお気持ち聞かせてください。悔しいです。なんでだよ。So much stress. We now have a variety program. まあ、ちょっとこれは痛み分けって言ってください。だいぶひどかったですよ。悔しいです。すみません、僕も豪栄道豪太郎選手はないですね。そうだね。そうですね。豪栄道豪太郎関。すみません。K-1 雷神とちょっと続いちゃったもんで。ちょっと今日平子は雷神見に行ってたのかな。途中まで、はい、見させていただいて。メインまでは見れなかったね。メインまではちょっと見れないですね。そうですね。はい。ちょっとね、いいの、よく見ててよかったのに。いや、来ますよ、ちゃんと。本当？はい。なんかだからそういう自分の好きなね。まあ、仕事につながるようなコンサートとか試合とかそういうのはお好きに行って休んでもらって結構いや石澤のももクロライブも休んでいいぞっていうふうになってましたのっちさんの、トライアスロンも休んでいいですよ。いや最終日ですからそうですか、したいですよ。なるほど、はい、ありがとうございます。どうですか、来週盛り上がってですか？いや盛り上がってましたよ、やっぱりもう結構いい席で見させてもらって、もうやっぱり外国人選手のやっぱデカさっていうのはね、やっぱり無差別級のトーナメントが行われてますから、うわーってやっぱひるむんですよ。う戦うわけでもないのに。そうだね。だけどスーッと松本さん入ってきた時一番ひるみましたけどね。松本、何だろう松本さん。それ我々にとっちゃ緊張するかもしれないけど、ね、一番ビクッてなりました。でも外国人のデカさを味わいたいんだったらやっぱ相撲ですね。まあまあ、圧倒的に相撲がやっぱりでかいですよ皆さん。まあ、はいはい、勢いなんて190センチあるからね。そういう風に見えないけど。ああ、いや遠藤頑張ったね今回はね、13勝だったよ。あ、そうなんですか。13勝2敗ですよ。盛り返しになるんですかね。すごいね、やっぱり素晴らしい遠藤、遠藤ってあれじゃない、ココリコの遠藤だけどね。分かってます。俺も盛り返しっていうのおかしいですね。その話してたの。遠藤さん盛り返しですね。まあちょっといろいろ格闘技とかね、はいはいはい、スポーツもありますから、ちょっと楽しみですけど、はい、まあでも今回お二人ラスト、はい、そうです、はい、でございますので、ラストです。まあ聞いてる人なんか感想とか、はい、まあコメントとかね、あればお二人にまあ送る言葉ということで、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、
あとありますか、ブラピと、アンジェリーナ・ジョリーが離婚騒動ですよね。どうなるんですかね。ブラピがプライベートジェットに乗ってお酒飲みすぎて子供を叱りつけすぎたっていうのが理由だそうです。あ、そうなんですね。いい加減にしろって。なんでがこれ外国人はお酒飲んで暴れるかね。まあ日本人もそうなんだけどさ。ねえ、いや特にね。すごいね。あ、そうなんだ。ちょっと心配、あれだけ仲良さそうでさ、ちょっとしたことでね、仲いい人と意外とちょっとしたことなんでしょうね。まあ、そういう問題な、本当に。子供はどうするんですか ね。子供はそれはもうアンジェリーナ・ジョリーが全員も引き取る。あ、そうですか。希望は出してるみたいですけどね。アンジェリーナ・ジョリーの、あの大家族ものみたいな日テレカメラで。ビッグママ、ビッグママみたいな。面白そう、面白そうっちゃ面白そうですけどね、やっぱちょっと気苦労してくれるぐらいだから見せね、ちゃんと見れるんだと思うんですけど、うなるほど金がある人なんで見てもダメ、しょうがないですよ。そうですか。有吉弘行サンデーナイトドリーム、これ最後までお付き合いください。スネイナイトドリーマーライブオンエア、スネイナイトサンデーナイトドリーマー。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉のサンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップリーダーの新妻でございます。はい、生放送メール募集しましょう。オリンピック女子レスリングで4連覇を達成しまして、国民栄誉賞の受賞が決まった伊調馨ちゃん、伊調馨ちゃん、はい、さんね、地元青森県八戸市で凱旋パレードを行ったそうです。4万人が出迎える壮大なセレモニー、すごいですね。伊調強いよね。伊調と伊調兄弟がいてさ、で沙織ちゃんいて、はい、すごいよねレスリング。面白かったですもんね、見てて。どん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 笑ったコントみたい。いやいや、ね、そういう面白いじゃなくて、どん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 勝ち進んでて、ボーって盛り上がったなっていう。なんでゲラゲラ笑うんですか。女が暴れてるんじゃない。だからお前どうせそんなやつ。サイコパスじゃないんだけど、ね。全然だってスポーツ興味ないよ。いやレスリングは見てましたよ。なんでよ、なんでレスリングだけ興味あるの、おかしいだろそんなのお前。そうですね、男子レスリングは見てなかったですね、女子レスリングだけ見てましたね。どういう目で見てんの。いや別に普通の目ですよ。うわどんどん勝ってくな、気持ちよくっていう。いや男子も結構ね頑張ってたし、柔道だってそうどんどん勝っていくしね、システム的には。柔道はあんま見てなかったですね。なんでだ、やっぱちょっとお前やらしい目で見てんじゃないだろうな。見てないですよ。え、女子レスリングを見てないですよ。いやなんか怪しいじゃないよそれ。ニヤニヤしながら。いやニヤニヤはしてないですよ。ニヤニヤしながらって笑ってはいましたけど。なんで笑うのよ、勝ったら。おやったよかったーっていう笑顔にはなるでしょうよ。いや、そんな笑い方じゃないでしょ。メールテーマいくよ。はい、今夜のメールテーマこちら、地元のヒーロー、今あなたが住んでる町のヒーロー、人気者、ご当地タレント情報教えてください。まあ、どんな活躍してますとかね、こういうふうに人気ありますとかね、何でも OK でございます。いますか地元のヒーロー、ね、僕福島県のいわき市っていうところなんですけども、はい、やっぱスポットライト当たりがちなのはゴージャスと赤津になっちゃうんですけども。あ、そうなんですか。意外とね僕暗いなライトが。いやいやいや、ビッカビカにきらめてますけど、意外とね村西徹監督が僕、あら、同じ福島県の勿来工業高校と同じところなんです。素晴らしい、うん、ナイス素晴らしい。そうです、ナイス、そうそうそう、ナイスです素晴らしい、うん。気分いいですね、うん、おっぱいちょっと見せてもらいます。あなたちょっとおっぱい見せてもらいます。あ、うん、うわぁ、きれい、きれい、きれい、ナイスですね。と思わずおっぱい見せちゃったの。いや見せちゃいましたね。見せましたね本当にね。Tシャツをずりっとね、ずらしてるからおっぱい見せましたよ、平本。村西徹監督ね。はい。スター、いますか、新妻は北海道。北海道室蘭だっけ。室蘭でございます。室蘭は生田斗真。安田健。なんで呼び捨てすんの、そんな人たちに会ったら緊張して一言も喋れねえくせに。北海道会の時一言も喋れねえかって。お前がなんで別にいなかったら呼び捨てにして偉そうに。生田斗真。それはもう安田健やめましょう、その話は。健さんな、うん、え、村西徹さん監督、監督って言わせていただいたよ、どういうこと。そうですね、いや今のはすみません、
生田斗真さん、いや生田斗真は年下ですから。いや関係ないで、だって実際に会ったら「おい生田斗真」って言わないだろ。はい、なんて言う、生田斗真さん。じゃあそう言えよ。すいません。どうもすいませんね、本当に。いやいいんだよ、すいませんでした。はい、有吉さんのとこは広島、広島多いですからね。まあまあね、はいはいはい、そうですね。田中角栄、そうですね、います、村田秀夫え本当ですか。あとは、ね、村田秀夫、そうなんですか、監督、はい、村田秀夫監督、村田秀夫ですね、はい、川上優、川上優、川上優広島ってなんですか。全部違くないですか。え、あれ田中角栄さんも違うでしょ。あれまあいや、そうじゃなくてやってくださいって言ってないですよ。違くないですか。モノマネ振ったわけじゃないですよ。ちょっと広島ほら有名な人が多すぎるから、はい、あんま言うのめんどくさいかなと。いや、その中でもいるでしょ。一人二人ピックアップして言ってくれりゃいいじゃないですか、うん、ね、地元が近い、あの本当にね、あの実家と近いとか。なるほどなるほど。誰かいたっけな。いるでしょ。広島いるでしょ。松山千春の歌歌いたいね。松山千春の歌、北海道の人だし。さっき北海道の話したから急に松山千春の歌歌いたくなってきた。何が好き、松山千春さんですか、うん、歌ですか。やっぱりあのあれか、果てしない、うん、果てしない、どうして母空と広い大地のその中が浮きすさぶ合わせを、歌詞知らないんだよ。胸でうなうよ。なんでスタッフ急に歌うって分かってエコーかかってたの。両手に火を本かけて、知らないでしょ。両手に温めて野風像、野風像、野風像、男は酒を飲め。何の歌、何の歌、広島のヒーローを聞いてたんですよ、ずっと。広島のヒーロー、広島の地元のヒーローってテーマでしょ、メールテーマが。うん、極楽の山本さんとブーマーの伊勢さん。いや、ブーマーの伊勢さん、はいはい、ヒーローですけど、伊勢子でおなじみの伊勢ダンスでおなじみの伊勢さん知ってます、はい、伊勢さん知ってますけど、はい、いやでも、俺をいじるな、いや伊勢さんのものね。俺をいじるな。あんだけいじりやすい人なのにさ。俺をいじるな。意外と真面目な方ですね、いらっしゃってましたね、はい、もうお亡くなりになりましたけど。生きてます、生きてます、生きてますね。地元のヒーロー、川田さん、川田さんの実家は有名な温泉、箱根の有名温泉旅館やってらっしゃいます、経営されてます、ね、ブーマーの、ブーマーの川田さんね、はい、あとブーマーの川田さんに会いたい人、俺競馬場行ってください、いつでもいらっしゃる。ブーマー情報いらないですよ。え、ブーマー情報いらないです。ブーマー情報いらないです。ありがとう。ブーマー情報いらないです。いらない。川田さんと安田さんが仲いいっていう情報知らない。いりません。いりません。川田さんは安田さんのことやっちんと呼ぶっていう。知らない。それ知らないの？いやいや、まあまあ、それ情報はいらないです。地元のヒーローを知って、川田さんの情報いらない。川田さんの情報いらないです。ちょっとショックだな。なんでブーマーさんの話になったの？ちょっと面白いメール来てます。はい、ラジオネーム太郎。カナダの造幣局に勤める35歳男性職員が数ヶ月間にわたり自分の直帳にお金を入れ運び出していたことが分かったそうです。取ったお金の総額は1800万円ほど。マジか、造幣局に勤めてる人って毎日アナルにお金詰め放題なの。そんなことできるんだったらニートの俺でも働けるな。有吉さん、明日から造幣局で働いてきます。すげえな、すごい、ね、嘘みたいな、ね、札を丸めて突っ込んだんでしょうね、筒状に。そうかな、まあでもコインの方じゃないかな、コイン、うん、コイン結構ですよ、だってね、小さいとはいえど、うん、突っ込むってなると1日どれぐらい入れてたんですかね。まあそこだよな、だからまあ数ヶ月で1800万円だから結構なもんだろうな。うん、いやいや、そうでしょうね。これだからオーシャンズイレブンに一人欲しいよな。メンバー、そう、009とかああいうスパイも一人、俺が局長に肛門で何でも飲み込む男、かっこいい映画ですよ。
なんかハンターハンターでもいなかったっけこんなやつ。能力じゃないですただ肛門緩いやつですからね。あの金庫の中にあるお金を全部肛門に入れるっていう能力者いなかったっけ。能力者じゃない。活躍する場ないですよ旅団にいなかったっけな旅団にはもっといねえっすよ旅団にいないの。あ、そう。そうですね。すごいな。これはだからいいよね。だどれぐらいですかお二人は。どれぐらい、どれぐらいまで、あの、入るとプレー経験は。プレー、あ、僕、後ろはちょっと、チロチロぐらいですね。まあ、第一関節ぐらい。いや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 、チロチロです。チロチロ、表面チロチロです。表面チロチロ、はい。僕もそうですね。僕も、表面チロチロです。入れたことはないですね。チロチロ、チロチロ、表面チロチロ、はい、チロチロ、チロチロ、表面チロチロ、はい、頑張って言われるギャルたちにそうやって。いやいやいや、馬鹿にされるよ。初めて聞いたから。ギャルに馬鹿にされるからそれ。どういうことですか。へいへい、表面チロチロ、表面チロチロ。お店で、ね。いやいや。言わなきゃ分かんないですよ。普通にスグラム交差点とか。いやだわ。なんでわかるんですかそれ。あ、そうですか。じゃあ全然だね。こんなこと想像もつかないね。つかないですね。ああ。なんとなくあれですか。僕はもう普通に。あれです、おなすぐらいですね。おなす、うん、おなす、おなすね。長なすぐらいですから。はあ、長なす、うん、だからこういう才能があると思います。だからおこれ長なす美味しそうだなみたいな顔すんなよ。してませんよそれ。秋だけどお前そんな顔してなかったなんでそこでなす美味しそうだなってなるんですかなす入れてな、いや直接的な表現しないで下品だな。ナス食べて、食べて、おナスをね、おナスを食べられた時に、うん、何か変わったりしないんですか。その男としての何かスイッチというか、僕それがちょっと怖いんですけど。いやでも男じゃないから、ん？男じゃないからもう、あれ、それ入るってことは、ああ、女性だから、はあ、私は、女性であり男性である。あ、その本当にもう優れたおなすを召し上がるっていう基準が、うん、ハイブリッドだよね。だからもう優れた、もう選ばれし人類だよ。新人類、新人類誕生今まさにあなたたちみたいな、やっぱり劣等、あの劣勢の人間を見てるとね、お笑いが出てくる私みたいな優れた、いやでもなんか男とか性別を超越したものだから私は。おなすを召し上がった瞬間にでもやっぱ我々知らないわけだから。いやまあまあね、まあ、経験値としてはやっぱり加藤生物だなお前ら。生物、うーん、まあその経験値としてみたらね、犬や猫と一緒だからな、どっちかしかないっていうのは。私はそういう意味だもん。私は優れて、私はって言って私たちは私たち優れた人間がいつの間にか地球を征服しようとしてることに気づかなかったようだな。先ほどちょっと取り乱しましただいぶね、いやだいぶ取り乱しました。そんなレベルの話じゃないですよ。あの普通の平子さん、新妻さん、はい、あの劣勢過当な生き物だって言ってすいませんでした、はい、ちょっと天狗になりすぎました。天狗になってた。天狗の要素どこあるんですか。おなす召し上がったぐらいで天狗になってたんですよね今度ぜひあのナスのお漬物をあのプレゼントします。なんでフルスクレーションがありがとうございます今日のメールテーマはレスリング伊調馨選手が凱旋パレードで4万人の人を集めたということで、うん、はい、地元のヒーロー。そうですよ、はい、ラジオネーム猫耳亭でんぷん FM 香川。有吉さん、私が住む香川県のヒーローはやはり皆さんご存知、筒井智子さんです。筒井智子さんは FM 香川の金曜日のお昼に放送されるウィークエンドシャトルを、
桂こけしさんとともに10年以上も担当されている人気者ですが、とあるイベントでマジシャンが使うはずだったゆで卵を食べてしまうというおっとこというエピソードが有名です。素敵ですね。藤井智子さん、こういう人いる、ご当地のっていう。私たちは広島でいうと西田敦さんという人がいてね、結構松村邦洋さんの若い自分可愛がってくれたりとかね、今いらっしゃいますね。ずっと帯やっててね、福島そういう人いない、あんまりいないですね。あ、稲勝平さんそうじゃないの。ああ、稲勝平、なんで稲勝平ちょっとバカにしちゃう。いやバカにはしてないですけど、なんかそういうパーソナリティ的なものとだとね、またね、また別ですからね。北海道はいそうだけどな、いっぱい。北海道もいるんですけどね、ラジオの人がいるんだけど、ピンとこないか。ピンとこないっすね。何にも興味ないな、お前、本当に。桂こけしさんも知らないの。桂こけしさんはちょっとご存じ上げませんでしたけど、有名な方だと思います。ラジオネームふてねよポニー FM 長野。僕の地元は長野県の下の方なのですが、一郎のモノマネで馴染みのある日郎の地元が近い。日郎ってあのゼウスっていうな、ジャニーズと戦っている番組に出てると、もう本当のスターに見えてくるよな。マジでな、本当に運動神経超いいな、あんなすごい人。本当にサッカーのキーパーなれんじゃねえかっていうぐらいすごいよな。かっこいいですしね、やっぱり体型もね、シュッとしててな、ちょっとなんか握手したくなるね。本当の後ろに見えてくるときあるな。ありますあります。でもギンギンしてんじゃねえよ。僕の地元のヒーローは有吉さんの番組で紹介されたオリンピックでも銅メダルを取ったカヌーの羽田選手です。メダル取ったときはかなり盛り上がりました。なるほどね、本当のスターじゃないか、これは。いや、いいですよ、地元のヒーローですから。14年目、さざ波ジョイント、うん、FM 栃木。僕の地元の青森のヒーローはシャーマンキング作者武井博之さんです。僕は武井さんと同じ高校の出身で、高校の図書館にはシャーマンキングが全巻揃っていました。シャーマンキングのエッチな場面を見ながら高校の図書館でおちんちんを固くした思い出があります。シャーマンキングでおちんちん固くするって相当な、相当な敏感坊やね。本当に、いや、あ、新人類じゃないですか。入ってついちゃいた。私新人類からちょっとお祝いしてあげようかしら。本当にね、お姉さんが抜いてあげるわよ。いや、新人類でも、新人類でも何でもないじゃないですか。何のラジオだろうこれ。そういうコーナーでも今日テーマじゃないですし、地元の日、お姉さんがお黙れ、関東生物だもん。た、現れた。何すか。曲いけ。はい。神食べたいでおなじみ、アムロナミエでヒーロー。おなじみじゃないよ。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉ルキサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でございます。今月のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップリーダーの新妻でございます。これアルコ&ピース平子っていうじゃない、はいはい、その後トップリードの新妻っていうのはあれなんで、え、トップリード新妻ですじゃダメなの。トップリードのっていう、トップリードの、アルコ&ピース平子です、はい、トップリードの新妻ですっていうのはあれなんだろうな、あるなんとだ、名前とくっつきづらいからじゃないですかね。トップリード新妻、あ、トップリード新妻でもいいか。あ、なんでのって言ったの。いや、なんか作文で一文字でも多く感想文がそんなつけるみたいな、ね、このので余計な句読点を多くしてみたりとか。いや、こののでそんなに尺もないでしょ。コンビでやってますよっていうのを強調したいんですかね。そうですね。あ、そう、トップリードニーズマだと、なるほど、シルダンユみたいな感覚になっちゃうんで。そんなそういう意味じゃないでしょ。シルダンユみたいな感覚って何だよ。チョコボール向かいみたいなことで、チョコボール向かい、まだシルダンユじゃないわ。あのめちゃめちゃ一流の男優だわ。さらにはプロレスラーだわ。そうですよね。シルダンユでも言いますか、こういう、ね、名前つけたりしてるけどね。なんでどうなんだ、ニュースいくか、はいはい、はい、あ、じゃあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいましょう、はい、まずはこのニュースから、はい、アルコ&ピース平子祐希、新ドラマで天海祐希とダブル祐希共演。何これ。来月10月13日スタートの新ドラマ木曜劇場シェフ三つ星の教室、
三つ星の給食の第1話にアルコ&ピースの平子祐希さんがゲスト出演することが発表されました。平子さんは二つ星レストランのオーナー浅井役を演じ、天海祐希さん扮する三つ星レストランの天才シェフ星野に引き抜き話を持ちかけるという非常に重要な役どころとなっているそうです。ダブル祐希共演は初めてということです。そりゃそうだろうな。で、意外だなと思った方多いんじゃないですか。意外だなじゃない、これよくあるよくあるパターンだよ。ちょっとお笑い芸人がちょっと役で出てくるドラマの邪魔するっていうやつ。いやいやいや邪魔っていうか、あのだから天海さん同じ勇気の漢字も名前もね、一緒か。そうですね、初めてだと思ってる方なんかあんまりね。いやだからそんな気にしてない世間は全然全然。天海祐希さんの、まあ、主演ドラマに芸人がお情け程度でちょっと出て、はい、出してもらうならぐらいっていうかは、これ浅い役って浅いっていう名前でちょっと練習してみるか。いやもう終わってるんでやってみましょうか。いや収録終わってるんですよ。やってみましょう。もう一回来るかもしれないから、うん、またじゃあなおほら好評で。ああなるほどね、うん、あそっかオンエアの後に、うん、またじゃあ俺が天海祐希さんね。はいはい。はあ今日も疲れたわシェフ、ちょっとビールでも飲もうかしら。早く給食。ちょっとこんなところでビールなんか飲まないでくださいよ。ごごごごパーもういつもこうなんだ。ああ一人って寂しいな。ちょっと待ってちょっと待って、お前なんで入ってきたんだ。そうそうそう、だからなんだろこいつ。あすいません、あごめんなさい、すいません、あ一人だったんですね。お前関係ねえから。あだったら最初から言ってました、うん、お前最初から関係ねえから。やめてよ俺もう。3人でやってるんだからさ。まあ、いやここで1人でやるんだって、すいません、あ1人のシーンでやる。いやいや俺入る要素なかったし、新妻邪魔だし。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。じゃあお前からでいいよ。僕でいいですか。すいません、はい。はあシェフ遅いな、もう約束の時間過ぎてるじゃないか。ドカン。シェフ大丈夫ですか。あれなんで、あれなんだこれ。俺チンチンがついてる。なんだこれ。私のこれちょ、これ何、ちょシェフ、あ私たちこれってどうなってるの。合わせなさい、合わせなさい。スネイナイツドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer.引き続きニュース。はい。ちょっとね、あ、でもゲスラーの皆さんもちょっと続き気になってるかな。なるんじゃないですか。ね、これはあの劇場でまたぜひご覧ください。君の名は。君の名はだったんですね。あれを緊張。ひどすぎるだろう。はい。続いてはこのニュース。イグ・ノーベル賞日本人2人受賞。ユニークな研究に贈られるイグ・ノーベル賞の地殻部門に立命館大学の東山教授と大阪大学の足立教授が選ばれました。研究では日本三景の一つ京都府の天橋立などで行われる前かがみになって股の間から風景を覗く股のぞきは直立して見た時と比べて全体的に遠く見え奥行きが減るなど視覚と姿勢の仕組み、視覚と姿勢の仕組みを明らかにしたそうです、うん、日本人の受賞は10年連続となっています。すごい、なんかな本当に偉い人たちがちょっとふざけてるっていう、うんうん、まあちょっとそう、うんうん、爆笑はできないけどちょっとくすって笑えるぐらいかな。なあ、はい、なんか結構こんなことをね学術的に研究したんだっていう。そう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 、笑いっていうかね、あるだろうね、はいはいはい、偉い人たちのまあ高尚な笑いだわな。うん、まあまあそうですね、うん、まあクスだよね。いや、うん、まあ、ね、まあ向こうサイドもまあ俺らのことクスもないだろうけど、そんな絶対しやってるわけじゃないクスだと思って、おのおのでね、うん、こっちはクスぐらい笑ってしまうから、ね、まあまあそうですね、どうしてもやっぱ弱い立場だけどいろいろあるけどね、なんか、はいはいはい、まあ、10年連続なんだね、すごいですね。イグノーベル賞か、はい、なんか最近よく聞くようになった。そうですね、うん、ここに残念。はい、次行きましょう。はい、続いてはこのニュース。火星でヘビが発見される。だろうな。え
説明しますね。NASA の火星探査機キュリオシティが捉えた画像に蛇のような生き物が映っていることが発見され、海外で話題になっています。険しい岩山の崖を連続撮影した画像の一枚に 細長いくねくねとした蛇のようなものが写っているそうです。実際今これね写真も載ってますけども、はい、確かになんかくねっとした、ね、くねっとしたものがありますけど ね、それは火星にもいろいろあるだろう。そんなもん蛇いてもおかしくないし、蛇いたら怖いね。え、いやでもほら生物がね、うん、いるんじゃないか、いるっていう、なんかどっかもどっかの星もなんか氷が張ってて、はいはいはい、下になんか行けばいいんじゃないかとかいう話もしてたな。地下に分厚い氷がね あるんだって話になってましたね。どうなんだろうな本当にな。もうでもこの見える範囲にはもういないだろう。見える範囲の銀河にはいないだろう。もう見えないところにいいんだろういっぱい、うんうんうん、いたとしてももう一生会えないぐらいの距離でね、ぐらいの距離でもう本当に私のようなその優れた生物が私のような優れた生物オナスを召し上がる、オナスを召し上がってる生物が別に地球上にもいっぱいいるでしょ。上からも下からも植物を取り入れられるという優秀だろ。上からも下からもオナスを優勢遺伝子を持ってるからねいやチャレンジャーでしょ愚民ども遺伝子ではないです。ちょっと興味が人よりも強かった入り口と出口が2つある、これなんだ。いや、え、私のような優勢人間だいや目が怖い、目が目がおっかないよ誰だこれ誰だおっかねえクイズ出して本気だ、おっかねえ目で見られた、スフィンクスじゃん、夢に出てきそうですよ本当に。今食っちゃうでしょ答えられる最初は4本次は2本そして最後は3本、これなんだ。ああこれは人間、これは人間なんです、ね、最後人間は杖をついて歩くね、うん、3本ね、うん、そういうことだけど普通のクイズ出されちゃった、これだよスフィンクスね、スフィンクスのクイズね、ああこれ覚えておいてスフィンクスにいつ出されるか分かんないのかな、うんうんうん、食べられちゃうんですけどねラジオネーム岩里ハリウスさん、俺は信じねえ、アガルでおナスをいただけるだけで新人類なんてありえねえよ。だってそんなのみんなできるじゃん。俺が新人類なわけないよ。俺は普通の人間だ。俺は新人類じゃない現実から目を背けないで、あなたは新人類なのX 目みたいになってもね戦いたくない、俺にはできないビーン目からビームでいっぱい、いや そういう人はいっぱい、マグニートとかね戦える役に立つ能力の人能力者がいっぱい集まってるんですよ別に夏ヒーローズ、いやーすげえヒーローズのメンバーだからね、うん、やったもうナスオカナスオカニューヨークのいやバカだよコーナー行こうよもう呆れるわ本当にあいつこんなこと言ってました、リターンズ、はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。いやマジで42だからな俺信じられない俺は巨人師匠がこの年の時には俺を弟子に取ってたと思うと、もうそうですよ、巨人師匠こんなこと言ってなかったもん。いや本当、素敵だと思いますよ、反省してください、素敵な42歳、反省だな、反省してください大反省だ本当に、うん、ラジオネーム三平、アリウスさん、どっこい生きてたクレオパトラこと新垣結衣さんが女性ファッション雑誌 AR のインタビューで、結婚に関して譲れないことはという質問に対してこんな風に答えていました。私の寝ぼすけをどうか許してほしい、休日とかにやらなければいけないことやどうしてもやりたいことが特になければね、たくさん寝かせてほしい。ダメだ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れいつもノーブラでいろ下は履いてて構わないから、忘れてくれるな、仕事をしてない男にも爆発的な性欲があるってこと夜の誘いを蹴ってはいけない、俺のチンコを切ってもいけない、ニコニコしながら具足をさすり二つの玉を優しく擦れ、お前のおかげでいい射精だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな、俺が愛する女は生涯お前ただ一人。カッパクス
素敵な話ひどすぎるだろうなのにないつものグラデ色下は履いてて構わないからうるさいんだよバカじゃないよあげとくじゃあこれエンジェルあげときますか久々にパン、はい、ラジオのセンターエビス有吉さんテトラポットを登って規制を上げているカブトムシこと愛子がラジオ番組でソフィアの松岡充にツイッターでブロックされていると明かしそれを受けて松岡がネチネチ言い訳ツイートをしてやがりました、うん、愛子ちゃん本当すみませんブロックしてたなんてもちろん恋ではありません報告受けてそんなアホなほんまやの一人ボケツッコミ状態でしたずっと嫌な気分でしたよね本当にごめんなさいずいぶん会ってないです嘘下手かよもっと上手い言い訳できただろうなんでよりにもよってツイッターの故障なんてことにしちゃうんだよ勝手に歌の上手いおばさんブロックしちゃう故障なんてあるわけねえだろそれともあれか芸能人のツイッターだけそういう特殊な不具合が起きんのかだとしたらショーン・K、国生さゆり、秋野陽子、桂小枝この4人のフォロワー数が地下アイドルより少ないのはきっとなんかの不具合だよなアンガールズ田中と飯の画像しか載せない有吉のフォローが600万人以上もいるのもトップリード新妻のツイート数が桁違いに多いのも俺がいつまでも童貞なのも包茎なのも無職なのも全部ツイッターのせいだみんなまとめてツイッターなんかやめてな良質な和紙に筆で文字をしたためろラジオで水亀さん有吉さんキングボンビーにそっくりなコロッケさんの野郎がコロッケさんの野郎がってな敬意を出すなよそのキングボンビーにそっくりなコロッケさんの野郎がモノマネ表情筋エステなどという DVD 付きの本を出しているらしく俺の顔がいいらしいんです若いうちからやるとなどとおかしなことを言ってやがりましたおいあげもん言葉間違えてるぞ俺の顔がいいらしいですじゃなくて俺のモノマネが顔にいいらしいんですだろその間違い早く訂正しねえとなその本誰も買わなくなっちまうぞだいたい鼻くそなんか食ってるから変な間違いするんだよ食生活一遍考え直せバカ野郎食ってるわけじゃないですよもう食ってらっしゃいますけどね食ってない野口五郎さんですけどいや食ってはいないですから鼻くそ食うない野口五郎さんラジオネームセンターです有吉さんのど自慢おばさんこと浜崎あゆみが公式ファンクラブサイトで離婚する意思を明かしこんなこと言っていました、3年間パートナーとして共に歩んできた彼とそれぞれ別の道へ進むことになりました彼は彼の思う道を私は私の思う道をと黙れババアまずそうなに転がしみてえな面しやがっていつまで道だの思いだの中学生みたいなこと抜かしてんだよはっきり言うけどなお前で満たされる需要もう三輪明宏で賄えてんだよここで一句若あゆが亭主なくして泳ぎ出す腹はち切れて焼き上がるかなバカなの何なの腹立つわ句を読むなラジオネーム三平有吉さん美しすぎる流木ことピーターさんのブログを冷やかし半分で覗いてみたところ予想通り面白い記事は一つも見つけられなかったのですが9月23日にアップされた自撮り写真がびっくりするぐらい研ナオコにクリソツでした髪型表情メイク肌質完全に研ナオコに寄せてきています清水明の研ナオコが30点だとすればピーターの研ナオコは90点オーバーさすがの青柳のりこ先生もにんまりするレベルです読み物としては栗田海津さんのブログよりもつまらないクソブログでありますがぜひ一度ご覧になってみてくださいではどうしようかなラジオネーム面白そうなどれがいいかなどうかなどうしようかなラジオネームじゃあこっちにするかじゃあ、はい、お湯有吉さん経験人数1人今ならフルオプション対応ことベッキーがJFN 系列をネットする FM ラジオの新番組月1回出演することになりました、うん、しかし JFN 系列とはいえ放送を予定する局の中に肝心の東京 FM の名前はなく臭いものに蓋、うん、問題が起こったら東京は知らんぷりのサンデーナイトドリーマーと同じ扱いを仕上げますいかがでしょうあれさ女性は自分の不幸の境遇と似てる男性を好きになる傾向強いそうです同じ東京に捨てられたラジオパーソナリティ同士これはやれるでしょう元気の押し売りと名付けてから数年後彼女は有吉さんの元にやってきました彼女の番組は土曜深夜0時から有吉さんが20時間早くスタジオに入れば会うことは可能ですせいぜい食わぬは男の恥ですよなるほどなんだろうね東京ネットしない パターンあるよでもね、まあ、JFN はあるねそういうのがあの、ね、地方をこう保管してるやっぱりラジオ局ですからね、はいはいはいまあ、そういうこともございますけど真面目な説明してすいません。ありがとうございます。知らない方もね本当にまずい番組だけ東京飛ばしてんじゃねえかと思われちゃってもね。という J
情報を知らない人たちもいますから、まあそんなもんでしょうか。Stay Night Dreamer Live on air。さあ、リュウセクサンデーナイトドリーマー、1時間経過でございます、はいはいはい、アフタートーク、お二人までやってらっしゃいますか。はいはい、はい、ありがとうございます。これ JFN パークね、はい、のアプリをダウンロードすれば、はい、聞けますので、そちらの方から聞けます。よろしくお願いいたします。ラジオネーム、時任三郎、 FM 長野、有吉さん、平子さん、はい、お二人の演じた君の名はとても感動しました柔らかい感情表現、美しい描写、そうでした、ね、そして僕が味わえなかった青春の青さが痛いほど胸に突き刺さる何度も何度も涙の波が押し寄せてきました。絶対にもう一度見に行きます嬉しいね。いや、嬉しいですね。表現者としては最高に嬉しいです、うん、いや表現者だいい加減にしろ。いや、今まあでも今世紀最大のあれだな、下手な芝居といえばやっぱり新妻のやっぱり天海祐希さんが一人で家に帰って一人で部屋でビール飲んでるところに、はい、ちょっと、はい、説明してもらいます。なんか小坊主みたいなね、小坊主みたいなやつがなんか天海さんの部屋に入ってくるんだよ超恥ずかしいよ。なんか言っといてくださいよじゃあそんなもん状況見りゃ分かるじゃんな。だって一人で家にいてちょっと入りどころないじゃないですかで完結してリスナーも感動するはずだったんですよ。そう、いや、なんかただいま、いや今日も一人かみたいなコメントがあれば。いや、完全に一人の演技だったから。一人の演技でしたよ。そんなコント芝居じゃないんだからさ、説明あれだよ。あー、今日は探検にやってきたぞ。怖いな、変な化け物出なきゃいいけど。あー、出たーっていう藤原さんのコントじゃない。いやいや、全部説明するわけにいかないんだよ、お前。いや、でもそれはちょっとよかれたなって。あー、今日は一人ぼっちだな。部屋は鍵閉めたし、今日は誰も入ってこないぞ。グッグイグイグイじゃないんだよ。いや、良かれと思ってやって、そんなリスナーは見抜きますからね。見抜きます。本当の演技っていうか表現、そういうのはちょっと表現者としてはちょっとただのお前女装好きのおばさん。おばさんじゃないか誰がおばさんですか女装好きのおばさんおばさんになっちゃったおばさんじゃないですか。お姉さん、お姉さんでいいですよ、女装好きのおばさんおばさんじゃないおばさんはやめてお姉さんね。ラジオネームのすごいパンダFMA、平子さん、はい、撮影現場では共演者の方々と打ち解けれましたか。ああ、でも、あ、まあでも全体的にやっぱり明るい雰囲気ってそのままね、うん、映像通して見られちゃうと思うんで、うん、そこはみんな気遣い合ってやってますよ。あ、そう、はい、いや、まあ、1回だけだろ何シーンぐらい出てんのお前。でも2シーンぐらい出てますよ通信いい加減にしろ。やっぱり視聴者の方バカじゃないですからね、わかりますからそういう雰囲気出ちゃいますから。なるほどな、はい、ありがとうございます。ぜひご覧になってやってください、はい、お願いします、はい、さあ、ということで一部の地域の方この時間でお別れ、また来週も聞いてくださいと。お相手有吉弘行とアルコ&ピース平子とトップリードの新妻でした。はい、この後も聞ける方引き続き。2016年9月25日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップリードの新妻でございます。はい、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、さあ、もうラストです。もう早いですね、もう10月になりますから、ね、あっという間ですけども、ゲームがね、はい、終わりまして、おお、はいはいはい、先週もね、お話ししてた、先週ぐらい買ったんですけど、まあ、約1週間でまあ大体クリア、うん、すごいな、なんかやる日もあるんですね。まあ、ファークライプライマルっていうゲームですよね、はいはいはい、原始時代に、はい、まあ、行きまして、はい、まあ、動物を操りながら、うん、まあ、敵の部族を根絶やしにする、うんまあ、ゲームは面白そうな設定ですね。主人公は原始人なんですか。まあ、もちろんです。それでね、やってないけど、まあ結構その、まあ、長時間やってからさ、うん、惰性でやってる時間があるわけ、うん、なんか適当にでもう真剣にやってなくてさ、もうなんかお手軽な爆弾とか使ってさ、もう惰性でもうここもういいよ、もうさっさとクリアしよう、さっさとってやってる時あるわけ。
凶暴化爆弾っていうのがあってね、凶暴化爆弾をね相手に破裂させると、うん、敵同士が戦うんですよ。あ、混乱しちゃって、はい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 、でその全員を倒さなくても混乱爆弾投げて、うんうん、敵同士戦わせて、うん、数減らせ、減らして、はいはいはい、最後自分がとどめ刺しに行ったりすればいいんだけど、それやって、それもう結構惰性なのよ、それって結構自分で矢を放ったりしなきゃ本当はいけないんだけど、でずっとやっててさ、凶暴化爆弾、それもさ自分が投げるんじゃなくてさ、フクロウに凶暴化爆弾持たせてさ、ほう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 自分の手じゃなくて相手の村にフクロウ行かせてポンと凶暴化爆弾ポンと置いて、あーって戦ってんのもう肘ついて見てた面白いですかそれ、うん、って見てたのよ。そしたらさ何それラスボスだったら最悪じゃないですか。凶暴化爆弾が効きすぎてさ、なんか全員殺し合ってんのよ結構。で、あ、よし行ってみようって言ったら全員死んでんのよもう。あ、よかったよかったって。でそのなんかそいつらが持ってるなんか道具全部手に入れて、はいはいはい、よしじゃあ一旦自分の村へ帰ろって言ったら、はいはいはい、村が歓喜しててどうしたのこれ、 何があったんだったら、よくやってくれた君は覇者だ嘘そんなことあるドドン、はい、フィン終わった終わった最後の最後、凶暴化爆弾でそれバグですよ、バグバグです、死んじゃダメですよね最後のボスはバグ報告ですよそれ。多分クリアしていく順番がまあいろいろあったから、多分 もっと強い敵先に倒してるかもしれないんだけど、いやそれでも驚いたね最後のできちゃダメですよね、最後の敵倒してないんだから自分でいや、まあ、終わり方終わっちゃった、いやもう残念だったけど、まあでも楽しみました。あ、次はもう新たなゲームの注文しましたいっぱいやりますね。あ、もう注文してるんですね。もちろんです。次はそういうことないようにしちゃってすげえやばいね、ちゃんと真正面から取り組んでくださいね。そうだね、そういうことないように、やっぱりそういうやっぱ惰性でやっちゃダメだな、ね、悲しいでしょだってめちゃめちゃ悲しかったでまたクリアしようかなって気にはならないしね、まあまあね、2周目やろうかなって気にもならないし、ね、ね、いや、さあ、何ですか、あれキングオブコントいつだっけ、10月の2ですね、2? あれでもだいぶ近づいてるようになりましたね、タイムマシーンがね頑張ってくれるかどうかと、だから事前番組みたいなやつも結構やってね、やってましたね、やっていって、どうですか、あの七曲がりが優勝じゃないかとかいろいろ、僕はそうです、ね、変わらず僕ラブレターズって言ってたじゃないですか、はいはいはい、でね、タイムマシーンがこの、まあ、うん、おそらく書けるであろうネタを見たんです、うんうんうん、はい、それまで見たことなくて、うん、あれと、おいいぞと、うん、そうなんです、ちょっと思っちゃいましたね、オータブルライブでやったんでしょ、はい、なんか西よりもそんなようなこと言ってた、はい、とんでもなく受けてました、まあ、受けるのはもちろん、あとはもうやっぱ芸人さんが見るじゃないですか、うん、新人さんが、はいはいはい、これ芸人さんにも分かるというか、このね一般の人も笑うし芸人さんにも伝わるような感じがありましたけどね、いいですね、うん、これはありますよ、ある、はい、まあ、2本やりますからね、その2本目はまあ僕知らないんであれ、まあ、1本目として出すのね、なんかね、うん、ある程度も、まあじゃあちょっと楽しみです ね、 ね、そうですね、順番的にはどうだったんですかね、もう順番も決まってますもん ね、 決まってたね、確か順番順番、うるせえなお前らは、うん、いや僕はそんな言ってないです、すぐなんか順番のこと言わ ね、 そうですね、ダメなやつほど、うんうん、関係ないですね、順番4番手かうーんみたいな、いやうるせえね順番順番順番って結構大事ですよ、でもうるせえね順番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 言ってんじゃねえよバカ、そうですね、言い訳がすみません、うん、そうだろ、すみません、はい、お前昨日爆笑キャラパレードだっけ、はい、南原さんやってる、はい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 、見たら平子はまあ出てたんだけど、はいはいはい、見てたらトップリードも出てた、はいはい、もちろん出てます、ね、またこいつ女装してやがって何やってんだよお前、女装してやがって、そういうネタですから、男と女のネタですから、アイデンティティ頑張ってたな、頑張ってます、野沢雅子さんの真似して、はいはい、まだ出続けますよ、あそう、はい、いやあれだって面白かったもんね、野沢雅子さん めちゃめちゃ似てんなの、似てます、僕すごい似てるんですよね、顔も声も似てる、すごいな、ドハマりしてます、悟空できないよお前ら、チャンスじゃない、悟空できたら、いやもうだってやってるし、アイデンティティもっとうまくできたら、ほらこんな感じでできんぞ、ね、まあまあだな、はい、ありがとうございます、ニーズおっす、ほら悟空強いやついねえかな、
強いやつをお探しですか？私があなたは家庭からやってきたわかりますね、私の名前は。いや、名前はちょっと存じ上げますけど、ダブルマウスこと。なんで風、なんで蛇の設定混ざっちゃった。蛇でニュース読んだから。上からも下からもナスを用意しただろうね、私の希望通り。ナスを1000本用意しなければ奇跡は終わりだ。スネイナイトドリーマーLive on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jb/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ、今夜のメールテーマは地元のヒーローということでございます。はい。ラジオの黒羊 FM 群馬。私の地元のヒーローはあの中山秀幸さんです。うん、私が子供の頃、歌手でもないのになぜかが地元凱旋コンサートがあり、主演ドラマ静かなるドンの主題歌だった桑田佳祐さんの祭りの後を熱唱していたのが印象的です。ということです。おうおうおう、まあ秀さんそうか、ヒーローですね。まあでも群馬じゃそうだろうな、うん、まあ井森さんとかだろうな。はいはいはい。秀さんのコンサートか。うん、俺は行かないな。盛り上がるでしょう、ね。いや盛り上がるね。トークショーとか、うんうんうん。ヒデさんの祭りの後を聞きには行かないわな。まあ、うん、カバーっていうね。情けない男でごめんよ。気持ちいいかのいこれなのにみたいな感じでしょ。まあ、そんなモノマネしないんじゃないですか。そう？ストレートに歌うんじゃないですか。だって夜も引っ張れとかそんな感じで結構力入ってるし。夜も歌好きなのだからヒデさんね。あ、そうなんですか。はい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 。うん、まあ行かないよね、俺。絶対に行く人はね、たくさんいますし。絶対に行かないね。そうですね。まあ行く人みんな行かれない人。そうだね。歌声も聞きたいっていう人もいますよ、きっとね。静かなるドンはやっぱ俺香川照之派だな。ああ、でもやっぱヒデさんのイメージの方が強いから。そうですね、連続テレビドラマ。そうですね、そうですね。香川さんは V シネ系のやつだった。あ、そうなんですね。そうだね。情けない男でごめんよ。いやいや、それはってやらないかヒデさん。マッチみたいになってましたよ。ヒデさんはやらないと思う。ヒデさんやらないのか。そうか、じゃあいいか。ラジオネームレゼスタ FM 群馬。僕の地元茨城県のヒーロー、あの世界的ヒットを記録しているゲームソフト、ファイナルファンタジーの生みの親、坂口博信さんです。うん、なるほどね。坂口博信さんとすれ違っても俺ちょっとピンとこない。いや、それもみんなそうなんじゃないですか。であんまりお顔は ね、みんな存じ上げない。ドラクエとか堀井雄二さん多分すれ違ってもあんまりピンとこない。まあまあまあ、あ、そうですね。坂口博信のなんか祭りの後全然ウキウキさ、多分えっと思うな、誰を歌ってんのと思う。確かに思いますね。メディアでなかなか歌う機会ないんじゃないですか。情けない男でごめんよ。イメージでしょ。イメージそんな感じですけど、物々静かな方の、ね、イメージありますよ。なんかゲームクリエイターの方ってね。この人が祭りの後歌ったらって通り過ぎると思うな、俺別に。足を止めずに。どこでやってるんですか。いいよ。ちょっと今日、俺聞きますよ、これ。ファイナルファンタジーの祭りの後って聞いたら。続いてコーナー。有吉のそれわかる、はい。はい。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネームダッヒー、公園で読書をしていて眠くなったので、しおりの代わりにチンコを挟んで眠ることに。すると撮影のお昼休みで来た綾瀬はるかさんが俺の横に座り弁当を食べ始めた。風にそよいだ髪とほんのり甘い香水にフルボッキしてしまい、本が躍動感を出しながら起き上がった。それを見た綾瀬はるかさんに、すごい、もしかしてマジシャンの方ですかと一言かけられたい。うーん、僕あるだろう。ラジオネームおまっとさんでした。山村もみじさんの元でうどんの修行をすることになった。なんだよ。もみじさんは厳しい口調で、うどんを作る上で最も重要なのはこねる作業や、これでうどんの良し悪しが決まる、それじゃやってもらおうか。そう言うともみじさんは
作業台の上に乗ってうつ伏せになった。もみじさん何をしとるんですか。何って生地の代わりにわしのケツをこねるんや。俺は戸惑いながらももみじさんのケツをこねる。あかんあかん、もっと腰を入れるんや。そう叱責され、必死になってこねる。すると勢い余って親指がもみじさんのアナルに入ってしまった。もみじさんは肝すめのようにキャッと声を漏らすも、すぐ我に返り鬼の形相で、入れんのは親指やなくて腰やがな。と叱られながらのし棒でチンコしばかれた。どこに興奮してんのお前は。もみじさんがうどんの修行なんだよ。あげとくよ。パン。おめでとうございます。面白いな。ラジオネームブラザーフトブスティ。授業中、クラスメートの生駒里奈ちゃんが便意に耐えきれず、ションベンを漏らしてしまったことに誰よりも早く気づいた俺は、とっさの判断で自分の一物を取り出し、体中全ての水分を股間に集中させ、生駒ちゃんの全身にくまなくションベンぶっかける。ションベンまみれになった生駒ちゃんは保健室に連れて行かれ、もちろん俺はクラスのみんなに大ブーイングを浴びせられる。その後職員室に隔離され、先生にこっぴどくも叱られる。放課後やっと解放され帰ろうとすると、校門の鍵に隠れて俺を待っていたのは生駒ちゃん。俺は無視していこうとするが、生駒ちゃんはさっきはどうもありがとう、私のションベンをごまかすためです。ションベンションベンって言うのかよ。生駒ちゃんションベンって言うのかよ。がっかりだよ。俺は無視していこうとするが、生駒ちゃんはさっきはどうもありがとう、私のションベンでしょ。生駒ちゃんションベンっちゃダメだよ。私のションベンをごまかすためにションベンかけてくれたんだよね。おかげで助かったわ。君が今度授業中にションベンもらえたら、私がションベンかけてあげるからね。という俺はな、何がだよ、そんなんじゃねえからな。じゃあな、冷たくあしらいその場を去り家に帰る。そして翌朝めちゃくちゃ水飲みたい。漏らす気まんまじゃねえか。ああ、おかしい。ごエンジェルあげときました。いや、いや、一個もちゃん、一個もめっちゃですよね。なんだと思って。大丈夫ね。弟子の正彦。公衆便所から待ったかい。公衆便所から竹井恵美ちゃんが出てきたので、急いで入って便器を片っ端から舐め回してると。何してた。そう、大鶴ギターがやってきた。さてお前、竹井恵美ちゃんが使ったと思って便器舐めてるな。残念だったな、すでに俺が全部舐めちまったよ。膝から崩れ落ちる俺、肩をポンと叩き笑うギター。悔しい。悔しいじゃないんだよ。バカだよ。終わりだよ。終わりだよ。わかるわけないだろ。さ、ギターにポンとやられて、悔しいって。斬新でしたね。ラジオネーム、ラッパー崎馬長。銭湯に行き、女風呂に入ろうとしたところ、番頭の有村架純に止められたが、俺は大阪弁で返す。なんでや、小学生の男なら女風呂ええんやろ。わしのチンコ見てみ、皮かぶってちっちゃくて、どこからどう見ても小学生のチンコやろ。だからわしは小学生と同じなんや。と正論で幕下出たところ、有村架純が泣き始めた。そんな泣いたらあかん。正しいことを言ってるとはいえ、さすがに言い過ぎたわ。これでも飲んで元気出し。有村架純に牛乳瓶を渡し、ええ番頭さんになるんやで。言って銭湯を出て、有村架純にかっこいい大人の背中を見せつけた。何なのもう、めちゃくちゃない。全然わからないよ。毎回毎週毎週来られてますよ。ラジオネームダヒ。ドラマの撮影で NG を出してしまった広瀬すずちゃんが、恥ずかしい、穴が張ったら入りたいと顔を押さえて恥ずかしがっていたので、俺はすかさず、すずちゃん
早くここにと言ってアナルを全開に広げた。するとすずちゃんは一目散に俺のアナルへ駆け込み、見事隠れることに成功した。しかしアナル内でいいポジションが決まらないのかもがき続ける広瀬すずちゃん。俺は激痛に耐え20分吐きっぱなしながら意識を保ち、広瀬すずちゃんの居場所を誰にも悟られないようどこか遠くの街に歩き出したい。いやマジでこれ今日出てきてる出てますね、優れた人間じゃないか。ラジオネームエモペ。すすきののピンサロに行くと出てきたのは川北真由子。俺はやった大当たりだと喜ぶも、川北真由子は手こきしかできず、なかなか行けなかった。俺はちょっとおっぱい触ってもいいと尋ねてみると、川北真由子が顔を真っ赤にしながら、おっぱいは東京に置いてきたと言うので、俺は笑いながら、いやそれただのペチャパイですやんと言って、すすきののさびれたピンサロに一輪の雪の花を咲かせた。うるさいんだよ。なんだろう。まあ一応それぐらいにしておきましょうか。一旦ブレイクします。Day Night Dreamer Live on air。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉ロキサンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは、レスリング伊調馨選手の凱旋パレードに4万人集まったということで、地元のヒーローでお待ちしておりますけども、ラジオの週末美容師、いやダブルマス様、うちの畑で採れたナス50本です。どうかこれで勘弁していただけないでしょうか。お願いします。50本か、まあ、しょうがないな。死ねあひどいこと。やっぱ足りない。なんで地元のヒーローはね。地元のヒーロー稲葉の白うなぎ。FM サインダブルマスさん、地元ナスを今から1000本用意しますので、どうか怒りを鎮めてください。おい百子、今からナスにありったけの酒を入れておく。酔った捨てに首をはねる。いやまたロール全然伝説になって。大丈夫インタレ。有吉さんがナス食いのダブルマウスで遊んでいる裏で、42歳ミルコはリングで必死に戦う。ヒーローがいい加減にしろ、俺だって戦ってる。っていうのもあるけど、いやあくまで地元のヒーローですから。そうですそうです、ラジオネーム、週末美容師、私の住んでいる愛知県のヒーローですが、中京テレビでやっている夕方の情報番組キャッチのメインパーソナリティ恩田千代子アナウンサーです、うん、番組の企画のファッション対決では他を寄せ付けないセンスを発揮したり、リオオリンピック開催期間中他のアナウンサーから盛り上がってますかに対して興奮のあまり規制を発しスタジオドン引き、だそうです。いろいろいますよね地元のね、地方のねアナウンサー。ラジオの穴なしからし連行福島 FM、私が住む福島県二本松市出身の人で、浅川寛一博士という人がいます。この人物は英語の勉強の際、英和辞典を2ページずつ暗記しては食べるか破り捨てて、残ったカバーを校庭の隅の若桜の根元に埋めたというエピソードがあります。ヒーロー何この人。地元のヒーローもう募集やめようかな。ラジオネームゴゴンゴンゴゴン福島 FM。 福島 FM 多いな。多いですよ。僕の住んでいる町の文房具屋さんのおばちゃんが NHK でやっていたゼンマイ侍というアニメの主人公の声優をやっていたと聞いたことあります。町の運動会で司会をされていましたが、まるでモノマネしているようで実際どうなのか知る人はいません。なるほどね。もうでもね引退してね、まあそういう人もいるだろうね。そうね、まあそうです。声優さん、まあ今でこそ結構ね、コンサートやられたりとか、いろいろ表に出ることが多いから、あれだけど、昔はそんなに分からなかったもんね。サザエさんの声やってる人たちがどんな顔かとか全然知らなかったからね。
そういう仕事っていいなと思うよね。でもね、顔が出ない、顔が出ない、パペットマペットとかもいいなと思う。あ、でもそうですよね。ゴージャスとかさ、まあ、ゴージャスも確かに分かんないね。分かんないですね。ですね、あのグリーンとかさ、グリーンもそうですね。ああいう人いいよね。そうですね、自由でしょ。有名になってもね、街中では自然にね。あ、いいよね。だ、付属行ってもあ、えって言われないじゃん。まあ、まあ、完全付属って一回入るからね。うん、失礼します。あ、うん、まあね、そっからまあ気遣ってくれる人は別にあはい、うん、ってやるけど、はいはいはい、あ、ちょっとあに似てますねっていう人いるからね。あ、それは困りますね。あ、タン君似てるって言われませんとか言う人いるのよ、風俗で。わざとらしく、また自分から言い出せないから相手に言ってもらえればその話とっかかりになるから。定番のやつよ、もう釣り吉の定番のギャグ。え、誰か似てるって言われません、うん、はい、ブラッド・ピットですか。シーン。はい、シャワー浴びます。それって曲に。フリースタイルダンジョンでもおなじみ伊藤聖光さん、日本語ヒップホップの歴史上最初のリリース曲と言われています。業界こんなもんだラップ。 Give me G, give me Y, give me W, give me K, give me A, give me I, 業界ザリスワッチモン。Send us a message using the form on the Sunday Anonymous Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ、東京半蔵 JFN スタジオから有吉弘行とアルコ&ピース平子とトップレーダーの新妻をお送りしております。はい、コーナー続いてはサム・スミス、グラミー賞を受賞したサム・スミスの名曲に乗せてスピーチをしていただいております。はい、ラジオネーム三平。一人カラオケ歴20年、俺にビッグチャンスが舞い込んできた。近所の市民会館でのど自慢の収録が行われるのだ。俺はお母さんが作ってくれた三河健一風のラメ入りスーツを着て自転車にまたがり、颯爽と会場入りした。地区予選だけあってどこの馬の骨かもわからないカス揃いだ。恥知らずなカッペどもが次々と下手くそな歌を披露していく中、ついに俺の出番が来た。35歳無職独身、魂の歌声でてっぺん取りに来たんでよろしく。俺がアマチュアとして歌うのは今回が最初で最後。万が一俺を落とすようなことがあれば、審査員どもは後々ネットで叩かれ赤っ端をカーン。自己紹介の途中で鐘が鳴り、司会のおっさんに黙りなさい、出て行きなさい、退場を命じられた。やだやだ、絶対やだ、まだ歌ってない。そうダダをこねたが、屈強な警備員2人につまみ出された。誰もいない駐車場、俺は今にも泣き出しそうな空を見上げながらこうつぶやいた。山根康弘で Get Along Together。 いい歌ですよ。20年間歌い続けてる。一曲を。結構、こねくり回して歌えそうな気がする。節が強すぎるね。ラジオネーム、エモペ。愛してる。俺は今夜も愛の告白をする。テレビの画面に広瀬すずが映るたび、俺はこうやって愛を赤裸々に声に出して伝えるようになってもう1年と3ヶ月。少しずつだけど自分に自信がついてきた。冷めないうちに早くご飯食べなさい。母もここ最近はおとなしい。きっと諦めたのだろう。無理もない。俺の愛は本物だ。なあ母さん、すずったら面白いんだよ。俺は母の野菜炒めを食べながら最近のすずのことを話す。すると母がいきなり俺のことを殴った。いい加減しなさい、すずちゃんがね、あんたみたいなニートと付き合うわけないじゃない。俺は涙をくっとこらえこう言い返す。じゃあ仕事したら付き合えるのかなあ、教えてくれよ。母は小さくうなずいた。え、仕事をするのは7年ぶり、それすごいな。ちなみにどうして仕事しようと思ったの、きっかけは何。志望動機ってやつですよね。少し長くなりますけどいいですか。じゃあまず広瀬すずって女優知ってますか。
いや素敵、映画みたい、お映画です、素晴らしい、そんな映画だよ怖いね、いやサブスリーズ感動のコーナーだったんだよ最近もうホラーだよ、うん、いや場面転換もしっかりして素晴らしい作品、ネジルのグドンなグドン、俺がどんなに頑張っても1秒に2億は稼げないが、働くゲイツは俺のように5年間も公園に住むことはできない、俺がどんなにあがいてもブスの一人も抱けないが、あのトム・クルーズは俺のように食べられるザリガニと食べられないザリガニの見分け方知らないぜ、トムとゲイツ、そして俺、みんな違ってみんないい、うるさいよお前が言うなよお前が言っちゃダメなんだ、ゲイツが言うならいいけどはい、以上でございました。続いてだよな、最後にだよなで締めれば OK です。大丈夫、読みまん、広島が優勝して盛り上がってるけど、修学旅行で広島のヤンキーにカツアゲされたことは絶対に許せないんだよな一時広島の平和公園が一番治安が悪いって言われてたから、夜ね、若いやつもね、広島平和公園で無茶しちゃダメだろそんなの、どういうつもりで暴れてんだよっていうさ、ラジオネームラッパーザキバチョフ、風俗の待合室でいつも目をつむって待つおじさんがかっこいいからついつい真似しちゃうんだよねバカそういうところでかっこいい人ってかっこよくないから凛としてるんだよねなんか別に興奮してないぜみたいな顔してるのに、いや何でこそ来てんだよっていうさいやいや何すかしてんだよっていうのあるよね風俗とかね、俺も興奮して言ってん、ちょっとなんか疲れた感じ出すときあるよ、はぁ眠いいやいや眠いなら来ねえだろもう言ってるからその時点で結構帰れよラジオネーム三丁、玉金引っ張られてる夢見たんだけど、起きてみたら引っ張ってるの自分だったんだよ何言ってんのどうしたんだよ、だから腹立つな何の情報もないのそうっすね今日一回も感心してないの俺らも向こうもリスナーもですね、ラジオネーム引力ピエロ、素材本来の味を楽しみたいという理由でコーヒーは必ずブラックで飲むんだけど、サラダにはバンバンドレッシングかけちゃうんだよなって、まあそうだけどまあな、うん、ドレッシング何味好き、はあ、なんだろうな、玉ねぎなんとかみたいな、黒玉ねぎなんちゃらみたいなありますよね、ああオニオン、はい、オニオン、あオニオン、そうですそうです、あれドレッシングですね、はい、お前大好きで、特殊なの好きだな、なんか黒酢オニオンドレッシングみたいな、ああまあそうだな、美味しいです、僕もずっと使ったのパクチー入ってたやつ、あそう、パクチー味の、意外、とにかくパクチー大好きなんで僕、あそう、はい、俺もうめちゃめちゃ基本のさ、もうイタリアンドレッシングイタリアンのイタリアンドレッシング、白いやつはフレンチドレッシングね、あ、はいはい、イタリアンドレッシング、ね、ほら油とあれが分離して透明っぽい感じ、めちゃめちゃ面白みないやつ冒険したりしないですか、お前すごいなと思ったよ、うん、牛角のドレッシングとかめちゃくちゃ美味しい、ジョジョエン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 、まあいいよね、はいはいはい、ああいうのだから結局いろいろ使ってみるんだけど、結局イタリアンドレッシングに戻ってきてキューピーのイタリアンドレッシングずっと食べてきてるやつですよね、飽きませんか、いやだから俺やっぱり結構そういうところ冒険心ないんだよ、あもうサラダバーみたいなとこ行ってもさ、必ずもう一番もう定一その中にある一番定番っぽいやつしかかけない、変わり種絶対かけない、恥ずかしいお前らすげえな、そういう意味では、いやいやいや、ステーキにソースかける、でもかけますよ、僕かけないですね、あそう塩コショウ、僕塩コショウかポン酢、ポン酢ポン酢ありゃなんでも僕、まあうまいよ、ね、はい、ステーキ何ですか、いや俺もだもう塩コショウ、焼き鳥もですか、焼き鳥はまあいろいろだな、タレとか塩コショウとかいろいろ、まあ塩だけどなあ、いや俺冒険できないんだな飯恥ずかしい、
やいや、まだ僕ら若いですからね。本当？はい。まだまだ。ラーメンとかももういろんな知ってんだろお前ら。あ、まあそうですね。真っ赤なやつね、あのバター持ってる真っ赤なやつとか。知らない。新しいもう塩ベースのね、ちょっと工夫凝らされたラーメンとか行きますね。知らないわ。知ってはいるでしょ。中華そばしか食べない。ラジオネームスティーブ書物。ゴルフの中継見てるとなんだかんだで勝てる気がするんだよね。ゴルフって見てりゃ簡単そうに見えるんだよね、止まってるボールだけだからって。いやりゃ難しいね、あんな難しいものはないね。ラジオのイエローマッケンロー、期待した俺が悪かったって言われるけど本当にそうだよな。本当にそうだよ。頑張れ、期待って気がなさすぎるんだお前は。ラジオのキラキラしたキクコ、宝くじが当たってもどうせエロサイトに注ぎ、つぎ込むだけだから6億当たらないでほしいんだよな。当たってほしいだろ。一旦ブレイク。Day, night, dreamer. Live, on air. アリオシ最高、俺は応援しとるぜ。アリオシ最高、アリオシこそ神。私加山も認める有吉、え本当に最高、有吉すごい最高だぜ、なあチンペ最高。シャルラー吹雪の海よ、俺は海、海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、空心丸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 。俺の金玉喋るぞ、今から聞いてろ。イエーイ。こんにちは。Day, night, dreamer。まあこれ聞けるの今日ね。そうですね。いや残念、本当に残念です。来週、来週はまあ辻君ちょっとやってもらわなきゃいけないですけどね。はい、さあラップヒップホッパーでございます。はい、さあやりましょう。はい、じゃあ私平子から参ります。はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。うん、すげえ奴にはすげえ奴が集まる。クソな奴にはクソが集まる。だったら有吉はどうだろうか。声汚い金なし安田。ヒゲ殺人鬼。石沢。オタクでクソキモい松崎。つまらねえゴミ。西堀。殴りたくなる顔の山本。粗大ゴミ。金木よ。あんたの周りクソばっかじゃねえか。イコール有吉もクソなのさ。クソ同士仲良くトイレの水に流されてな。ああ。ついに広げてた。全員集合しましたね。俺だけじゃあれだから、まあ、しょうがないな、これはもう返す言葉もねえ。まさにクソばっかりだからね。はい、はい、いきます。ラジオネームポリベリー。有吉はいちいちうるさい、有吉は黙ってろ、でも平子はもっとうざい、平子は喋りが鼻につく、平子はさらにつまらない、平子は体がでかいだけ、平子は態度がでかい、平子は賞レースで結果残せない、平子は無駄に気取ってる、平子はつまらない人間、平子はサンドリ一生出るな、イエーイ。ヨー、ほら、何すか、これ何すか、これ嫌だろ、めちゃめちゃすげえ嫌だ、俺平子になってますね、俺なんかやだ。俺なんかもうずっとこれやられてるから。よく耐えれますね。本当だ。俺やめちゃうから。やめろ。他にもいろいろやっぱり幅広げてきたな。そうですね。そろそろ。もう一回行こうか、じゃあ開こう。はい。行きますか。大丈夫。気悪いな。ラジオネームラッパーザキバチョフ。うん、コロッケファッションセンスはクソ、荒川よしよし玉金顔、笑顔が汚いリカコ、変顔笑えないリリコ、そいつらを上回る男、それが有吉弘行だぞ。ファッションセンスコロッケ以下、玉金顔荒川よしよし以上、笑顔の汚さリカコ以上、変顔のつまらなさ リリコ以上、私生活はいつも底辺泥沼。ひどい。俺以外もバカにされてるからまあいいけどな。いろんな人に飛び引いちゃったもん。いい、いけ、じゃあニーズマン。はい、いきます。ラジオネームビバ乱調にあり、バーカバーカ有吉バーカ、お前の前世は犬のクソ、野犬が食ったゴキブリと死んだタヌキの金玉と、
道に生えてる雑草を合わせて出てきた犬のクソ、バーカバーカアリスバーカ、お前の来世はジジイのションベン、ジジイが飲んだ鬼殺し、くっせえくっせえ鬼殺し、前日にしこったタンパクと合わせて出てきた黄色いションベン、バーカバーカ有吉バーカ、ジジイのションベンのクソ、猿の脳みそバファンで豚のチンカスゴミクソ野郎よエンゼルあげとけよそいつじゃまずバカじゃないのバカバカにいるしょんべんってひどすぎるだろひどいやこんなもんかラップって本当にひどいもう進化系だなどんどんはい今日しょんべんばっかじゃないかああしょんべん飲みてわーかわーか言うしょんべんじゃないな豚の聞いたババアのヘイですかね本場のラップ和訳してもこんなひどいこと言ってないと思いますよ言ってないよなだって内容がないよだっていやなんだろ腹立つわまだあるのまあありますラジオネーム東大志望の浪人生金玉ずらした汚え顔面性病まみれの汚えポコチン何でも入れちゃうアナルマン口を開けばセックス自慢だけど本当は童貞有吉寝言は寝ていえ童貞まんじゅう YO 何されたんだよなんでそんな人の悪口ばっかり言うのこの人たちはそうですねそんな乱暴者ばっかりだろ呆れてるよ俺はっきり言って先生じゃないんだよめちゃめちゃバカにされてる先生じゃないんだよ先生を予想ってんだけど唇震えてて俺全然怒ってなかったかわいいなめちゃめちゃ唇震えてる先生いやー本当に今急に思い出したなでも武田鉄矢の、なんだっけな、黄色いオランウータン緑のキツネと、赤いタヌキと緑のキツネと、黄色いオランウータンって、誰かのメールの、武田鉄矢先生の話したら思い出して笑っちゃった。あんな面白いことね。ひどいな。はい、いつもあんのはい、あります。ラジオネーム、イーグル。イーグル、サワイ。YO! YO! 有吉 YO! 今からお前を公開処刑。俺なら揉むぜ、おっぱい童貞。お前はしこった後にファークライ。有吉の性器悪臭い。有吉の尿道に突き刺す七不死。お前の生き顔まるで生首。勘定奉行も刀で一トン両断。有吉に叩き込むボディーブロー、Yeah! GO! めちゃめちゃ無理してんじゃねえか。ウィキペディア見ながらやってんのかどういうこと書けばいいのかな必死じゃないもういい以上Stay Night Dreamer Live on air さあ、リュウシュクサンデーナイトドリーム、そろそろお別れでございます。はい、お二人ラストお会いはい、お疲れ様でございました。ラジオの股関節 FM 福井。ダブルマス様ナスでは飽き足らぬならこれを道路脇に設置されている消火栓ですこれをアナルにお納めください平子ダブルマウスが消火栓をアナルに入れたら水流のスイッチを全開にして水圧でアナル吹き飛ばせ緊張しますねミッション俺もひざまずいてはいるけれど本当だな大丈夫ロマンシングサガお前もう新妻全然相手されてないから天海祐希さんの小坊主のやめ大失敗やめてくせえから小坊主の大失敗本当恥ずかしいですけどあれは失策でしたね聞きたくないわもうロマンシングソーダ FM 福井平子さんダブルマウスを倒すにはエージャーの積石が必要です俺がチンコをナス色にして引きつけておくからその隙にエージャーの積石を探してくださいおおああ分かったああ何すでも食べるかバカめかかったなうわおおおおおおお気持ちいい恐ろしい
最後まで無力感が最後の最後まで読者に無力感しかなくなる。あー気持ちいいな。魔人ブーじゃないよ。どういんだダブルマウスなんて何なんだよ本当に。暴君ラジオネームさざなみじゅんいと9月アシスタントお二人通知表、はい、平子、はい、トーク2、あらキングオブコント1、はい、こち亀5、チンピー5、伊能忠敬5、黒夢5、ゴーエルド5、アナルにおなず5、君の名は5、水は、はい、トーク1、キングオブコント2、こち亀1、ケンタッキー5、平賀源内5、黒夢の付き人1、ゴーエド1、M1 グランプリ最下位。最下位。M1 グランプリで大恥かいてしょんべん漏らして寝てろ、バカ。思い出が。何の通知表なんだ。思い出が蘇ってなんかとてもいい通知表でしたね。ということでキングオブコントお二組とも出ませんので、はい、ゆったりお客さんとしてそうですね。M1 ですかじゃあ。M1 ですね。はい、M1 挑戦ということで、また M1 の時期になったらちょっとお話伺います。そうですね。はい。してます。細川たかしさんから細川たかしさんから電話が来るかもよ。お気をつけよ。お楽しみします。さあお相手は有吉弘行とアルコ&ピース平子とトップエイドの新妻でした。また来週お会いしましょう。